い、こんにちは、森田光陽です。友達とこんなことあったんだよ、ははーとか言いながら歩いてたんですけども、友達はこう肩を揺らしてたんで、僕も楽しくなっちゃってノリに乗って話してたんですけども、ふと隣を見るとって全然笑ってませんでした。はい、それではカントリーリーク8の紹介解説をしていきたいと思います。カントリーリーク8のテーマはですね、裏切りフレーズということでやっていきたいと思います。裏切りフレーズと言われてもちょっとイメージつかないですよね。普通はこう行くけど、そこをあえて外すっていったようなフレーズをちょっと紹介していきたいなと思います。今回は3つほど裏切りフレーズを用意しました。その3つ見ていただけると、だいたいこういうふうに裏切っていったらいいのかっていうのが分かってくるので、ぜひ最後まで見ていってください。タブフォ欲しいよって方は、LINE アットから、取れるようになってます。 YouTube の説明欄の方から LINE アットは登録できるようになってますので、またよかったら登録してみてください。それでは早速、フレーズの紹介に入りたいと思います。まず1つ目、カントリーリック1で紹介したフレーズの裏切りフレーズになってます。それではまずはこちらをどうぞ。はい、いかがでしょうか。カントリーリック1のフレーズだけ使ってます。で、一番最後の音、カントリーリック1で紹介したやつならば、っていう風にいくはずです。けど、あえて一番最後の G の音までたどり着かないっていう裏切りフレーズになってます。で、いきなりやってもいいんですけども、まで、貯めておくから逆にこの裏切りフレーズが生きてきたりします。完全にこのフレーズだけで登っていってるので、最後のこの音の破壊力がすごいです。先にっていう、解決するようなフレーズをあらかじめ見せておく必要があります。何度かっていう解決するフレーズを使っときながら、たまにポッとっていう、いかんのかいっていうフレーズを、盛り込むとすごい効果的に使えるかと思います。続きまして2つ目の裏切りフレーズを紹介したいと思います。2つ目の裏切りフレーズはカントリーリック2から引っ張ってきてます。まずはこちらをどうぞ。はい、いかがでしょうか。たどり着くの遅って思いません？今の入り方だと完全に、こうっすよね。完全にこうなんですけど、あえてここでとどまるっていう、裏切りフレーズになってます。カントリーリック2で紹介したのはこういう感じなんですけど、あえてここでとどまってこういう裏切り方も僕はいいなと思います。早いけやって感じのフレーズですよね。小説の頭で全然上がりきれないっていうフレーズ、これ結構効果的です。これは、いろんなポジションで使えますね。カントリーリック7で使った一番初めのフレーズ、これでも使えますよね。まあ、これはカントリーリック2のポジションなんですけどね、っていう風にも使えます。こういう感じですね。カントリーリック2のポジションだったら今のフレーズは、同じ使い方がどこでもできるので、試してみてください。裏切りフレーズ3ですね。これは今度はカントリーリック3からこれは引っ張ってきてます。カントリーリック3は何だったかっていうと、スチールギター風なフレーズになってました。スチールギター風なフレーズでの裏切りフレーズですね。曲の一番最後とかで使われるフレーズになります。はい、いかがでしょうか。なんか少し曇って終わりますよね。こういった裏切り方もあります。まあこれは実際に僕の好きなギタリストのジム・キャンピロンゴさんが、曲の最後にやってた技です。この終わり方激渋です。本当はこういう風に終わるのが、本当は望ましいです。これめちゃくちゃ綺麗に終わるフレーズになってるんですけど、これをあえてっていうフレーズにしてます。で、これは今何が起きてるかと言いますと、最後 G のコードで終わるんですけど、一番高い音
が G の音ですね。で終わるから、ものすごい解決感が得られるんですけど、あえてこれを一番高い音を F、1弦の13フレットですね、ですることによってこの F7 で終われます。カントリーとかブルースでは、よくある終わり方ですね。一番最後のコードをセブンスにして終わる、例えばとかっていう終わり方、ブルースやカントリーでよくある終わり方です。それのセブンスを一番高い音に持ってきて終わってるっていう終わり方ですね。中指でチョーキングしてるところは、G の3度の音になりますね。てな感じで、裏切りフレーズ 1,2,3 と紹介してみたんですけども、カントリーではフレーズを、1度の音に解決させる時が多いんです。1度っていうと G のコードでは G の音、 C のコードでは C の音、D のコードでは D の音っていう感じで、それぞれのコードの1度の音に解決するフレーズが多いです。この1度の音に解決すると見せかけて、セブンスの音に到着させるっていう、フレーズの組み立て方とか結構裏切りフレーズになってくるので、いろんなコードでも試してみてください。セブンスって言ったら G では F の音、 C では B フラットの音、 D では C の音のことを指します。今回紹介した裏切りフレーズは音的な裏切りですね。一度の音に解決させると見せかけてセブンスに到着するとか、定番のフレーズがあってそこになかなかたどり着かないフレーズとか、今回紹介した例で言うと、2つ目の方ですねっていう、裏切り方があります。他にもリズム的に絶対ここへ到着するであろうフレーズだけど、そのまま通り過ぎてこの辺で、着地するようなフレーズとかあったりするので、またこれは紹介していきたいと思います。動画が気に入った方がいましたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。森田光陽でした。じゃあまた後で。